ゲイリー・トレント・ジュニアは、アメリカ合衆国、オハイオ州コロンバス出身のバスケットボール選手。NBA のトロントラプターズに所属している。ポジションは、シューティングガード、スモールフォワード。ミネソタ州、アップルバレーにある、アップルバレー校2年時に、平均21.5得点を記録した。3年時には、平均26.4得点5.8リバウンドを記録し、 ゲータレードミネソタ周年間最優秀選手に選出された。4年生を前にカリフォルニア州ナパ軍のプロリフィックプレップに移り平均31.8得点6.4リバウンド3.8アシストで計29勝3敗の成績を残した。2017年のジョーダンブランドクラシックとマクドナルドオールアメリカンゲームの参加選手に選出された。デューク大学に入学。 2017年12月9日のボストン大学戦では25得点のうち6本のスリーポイントを決め同大学の新人記録に並んだ。2018年1月15日のマイアミ大学戦ではキャリアハイを30得点に塗り替えて逆転勝利に貢献し、1月22日には ACC の週刊最優秀選手賞と週刊最優秀新人賞を同時受賞した。 1>, 1月29日にはノートルダム大学を相手に22得点10リバウンドを記録。キャリア初となるダブルダブルを達成した。ACC トーナメント準決勝のノースカロライナ大学戦で20得点6リバウンドを記録するも74から69で敗れた。2018年 NBA ドラフトにエントリーする意向を宣言。 大学では2017から18シーズンの全試合に出場した3選手のうちの1人となり、スリーポイントパーセンテージは40.2%を記録した。NCWA オールマイナスミッドイースト地区チームに選出されたほか、ジュリアス・アービング賞の最終候補者にも残った。2018年6月21日に行われた2018年 NBA ドラフトにて、 サクラメントキングスに全体37位で指名された後、ポートランドトレイルブレイザーズにトレードされた。7月6日にトレイルブレイザーズと3年契約を結んだ。2年目のシーズンではチーム内に怪我人が相次いだことにより出場機会が増加。2020年1月18日のオクラホマシティサンダー戦ではキャリアハイの30得点を残した。 また同シーズンに初めてプレーオフに出場し5試合全てでプレーした。翌年は主力の CJ マッカラムが負傷したため出場機会がさらに増加。マッカラムが欠場した25試合中23試合でスターターを務め、その間平均34.4分に出場し17.1得点と39.3%の 3P% を残した。 2021年3月25日、ノーマン・パウエルとのトレードにより、ロドニー・フットと共に、トロントラプターズに移籍。くしくも父と同じチームへの移籍となった。同3月31日の、オクラホマシティ・サンダー戦では、キャリアハイの31得点を記録し、フランチャイズ史上5番目の若さで30得点以上をマークした選手となった。4月5日のワシントン・ウィザーズ戦では、 ブザービーターを決め存在感を示した。同年8月3日、ラプターズと3年5400万ドルで契約を延長した。元 NBA 選手であるゲイリー・トレントの息子として生まれた。ゲイリーソン、グレーソン、グレードンの3人の兄弟を持つ。父親であるゲイリー・トレントは、オハイオ大学でプレーしたほか、NBA で9年間にわたって、ポートランドトレールブレイザーズ、トロントラプターズ、 ダラスマーベリックス、ミネソタティンバーウルブズでプレーした。また、キャリア晩年には、ギリシャやイタリアでもプレーした。レギュラーシーズンプレイオフ。ありがとうございます。